今日の朝ごはんはこの間イベントの時に買ってたこのちっちゃいねシナモンロールたちが余ってるので、これとあとチョバンニのフリップキーライムクランブルがあるので、ヨーグルトね、あのこっち側になんかフレークが入っててこっち側がヨーグルトになったやつなんだけど食べようと思います。いただきます。おはようございます。今日8月の15日木曜日でございます。今日もちくんいつもの場所とはなんか違う感じで座っておりますけれども、いつもなんか外見ながらね寝てるんで、今日は普通に座ってますね。眠そうですね。今日はもちくんと一緒に遊んでて疲れたのでじゃあさっぱりしたもの食べたいが、今日はそうめんにしようと思います。今日はおやつにこれ作ってみようと思います。この間アジアマーケットで買ってきたやつなんだけど、なんかねタピオカ系のなんかデザートらしいんだけど、ココナッツミルクなのかな、ココナッツパウダーが入ってると思うんだけど、一応インスタントって書いたからそんなに難しくはなさそうなので、まあ多分茹でて混ぜるだけだと思うんだけどね、ちょっと作ってみようと思います。なんかやたらカラフルなのが出てきましたね。でもすごい簡単そうでね、あのこれココナッツパウダーって書いてあるんだけど、水で溶かすとこういうソースみたいなスープみたいな感じになるから、これとこれはまあこれタピオカで、これは多分寒天みたいな感じだと思うんだけど、このカラフルなゼリーなんだけどね。で、これもかけるだけなのでめちゃめちゃ簡単そうです。ただ先生多分 あんこを入れたいと思うので、うちに確かこしあんがあったと思うから、ちょっとどういう風にしたいのか聞いてみて作っていくね。とりあえずね今あのお湯沸かしてるから、これ2つはね入れていけるかなと思います。さっきこれがねタピオカって言ったんですけど、タピオカじゃなくてジャックフルーツって書いてありましたね。ドリアンの乾燥したやつみたいです。完成しました。ちょっとなんかこういうの食べたことないからさ、不思議な感じなんですけど、下にねあの氷がいっぱい入っております。でココナッツミルクにね浸してあって、これあのドリアンなのに私ドリアンあんま好きじゃないから先生にあげようと思って、こっちの方が多いねこれがね、ちょっと分けて食べようと思います。これからちょっと夕飯買いに行ってこようと思うんですけど、今日なんかカールズジュニアでなんかね飲み物、ラージの飲み物買うとタダでねあのハンバーガーがもらえるらしくて、まあ普通のハンバーガーじゃなくてベジタリアン用、ビーガン用、ベジタリアン用のお肉を使ってないハンバーガーが、その今日限定でそのサンプルみたいな感じでね、あの無料で、まあ、飲み物買うとついてくるらしいので、ちょっと試してみようかなと思って、今日から発売なのかな、ちょっと分かんないんだけど、値段とかも分かんないし、今日からなのか今日だけなのかちょっと分かんないんだけど、まあ、今日はね無料で食べれるということで、ちょっと買いに行ってこようと思います。ちなみにもちくんも一緒に来ております。はい、お家帰ってきました。さっきおやつに食べたさあのココナッツミルクのやつが結構甘くて美味しかったんだけど、量もちょっと多かったしすごい甘くてね、ココナッツミルクが。なので今日はもうあの甘いの食べたくないから、飲み物買わないとね、そのハンバーガーがタダにならなかったんだけど、あのアイスティー頼もうと思って、アイスティーって言ったらね、今日はアイスティーもなくて、ラズベリーティーかスイートティーならあるって言われたのでラズベリーティーにしたんだけど、今日はさすがにもう飲みたくないので明日飲もうと思います。なのでね、今日はこのカープランドのスパークリングウォーターと、こちらですね、ビヨンドミートって書いてある、まあ、ビヨンドっていうのはまあ何々を超えてって意味なんだけど、まあビヨンドミートだからまあお肉の枠を超えたみたいな感じかならしいですね。ちょっと中見てみますね。先生はもしかしたら美味しくないかもしれないからって言って、あのチキンバーガーを買ってました。チキンサンドイッチを、ね、買っておりました。まあ普通に美味しかったら朝ごはんに食べると思うんだけど、まあ見た目は普通ですね、普通のカールズジュニアのハンバーガーで、このお肉っぽいのがお肉じゃないらしいんだけど、でも美味しそうだけどね普通に、うん、香りもなんか普通にお肉っぽい香りするけど、ちょっと食べてみようと思います。ではいただきます。
なんか何も言われなかったらね、お肉じゃないって分かんないかもしれない。匂いもなんか香りっていうの、その、あのグリルした感じのハンバーガーの香りもするし、まあお肉よりちょっと弾力は少ないからなんかちょっと軽い感じはあるんだけど、でも味はそんなにね、お肉って感じなんだけど、ちょっとお肉だけ食べてみます。何でできてるのかわかんないんだけど、これだけ食べるとちょっと豆腐っぽい感じ。若干ね、でも本当に若干言われなきゃちょっと軽めのお肉かなって感じなんで、私的には全然ありですね。この間も動画で言ってたんですけど、エクステを外しました。テレビ見ながらゆっくりやってて、まあ大変は、まあ、大変だったんだけど、まあ、テレビ見ながらだったし、あのそんなに撮ること自体はね苦じゃなかったんだけど、手をずっとね上にこう上げて後ろの方とかやってたからね、なんだかんだで全部で40何枚ついてたから、サンドイッチにするからね、1枚2枚つけて1箇所なんだけど、だから全部で40の枚だから20箇所くらいねついてたので、まあまあちょっと時間もかかって若干大変だったんですけど、なんか久しぶりにさ髪の毛がまあ短く3週間ぐらいつけてたから、まあ短くなったのはもちろんねあれなんだけど、なんかこんな感じだったっけとか思ってなんか髪の毛がすごい少なく感じてね、前のその買ったやつがこうその上にボリュームがある、この辺にボリュームがあるタイプだったので、あの髪の毛を結んだ時に結構モリッとしてね、あの結ぶなんていうの太さが結構あったんだけど、エクステ取ったから、まあ、地毛にもちろんなって、で地毛も少しすいたから、あのエクステつける前にねだいぶ少なくてね、まあこれはもともとのねあの薄さというかあの厚みなんだろうけど、なんか変な感じですね。まあでもあの汗かかなくてさっぱりしていいですね。夏につけエクスつけるのやっぱ大変なので、まあちょっとしばらくまたねお休みして、気が向いたらまたね新しいの買ってつけようかなと思っております。まあシーラーエクスでちょっと初めて体験してみたんだけど、意外にまあメンテナンス的にはそんなに変わらないかな。あの編み込みより、まあ編み込みの方がちょっとこうボコボコするから、なんかセットとかするときに髪の毛とかね結ぶときにちょっと大変かなと思うんだけど、あのシールエクステはもちろん挟んでるから痛みっていうかな、その引っ張られるときに痛みみたいな少しあるけど、こう上から触る分にはもう全然何もついてないぐらいのね感覚だったので、個人的には結構好きでした。なのでね、また機会があったらつけたいなと思っております。はい、そんな感じで今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバーイ。